はーい。お願いします。じゃあ、おと願いりあしえず。ます。はー。よし。ヤッおホ願いします。じゃあ、夏目先生は、どうしようかな。ファイナルファンタジーで。ー。ファイナルファンタジー？わかるよね。オッケー。オッケー。はーい。じゃあ。よろしくお願いします。砂溜さんは、はい。集まれ動物の森で。おお、砂な溜るさんなんほど。でね。了解しました。お願いじしゃあま戻りす。ます。はーい。書き裂きましたよ。よし、よろしくお願いします。じゃあ、足湯さんは、ドラゴンクエストで。ドラゴンクエスはい。ト。頑お願いします。張ります。クロムは、ドラゴンクエストで。パパパパパ。途中で切った。はい、センタンさんは、ドラゴンクエストでお願いします。よろしくお願いします。さっきと変えましょう。はい、いや、そうっす変えね。ますか、変えますか。はい。あ、変えますか。席じゃあ、替え、席自替分下ぐらいに行くか、じゃあ。え。ごたごたしちゃ共感性ないよ、みんなこうやって、みんなこうやって、やばいう。あ、じゃあ、でしこっょ。ち、はい、これで。はい。じゃあ、夏目先生から時計回りに行ってきますか。よろしくお願いします。お願いしはます。い、お願いします。皆さんに質問します。これについて、このお題について思い出はありますか？はいか、いいえで答えてください。これね、家なんですよ、実は。そうね。思い入れか。思い入れ、実ははいですね。いや、めっちゃあるやん。砂溜さんめっちゃ思い入れあるいや、僕は余裕ではいですね。まあ、はい。まあ、はいまあ、で。はいなんや。ああ、若いでな、くんあも。りがとうございます。自分はあります。どうぞ。若者も思い入れがあると思いますか？ああ。はいか、家で。そうですね。若者も思い入れあると思ってるので、はいですね。そうですね。もういろんな世代から若者までって感じですね。はいです。いろんな世代からはい、だと思います。はい。はい。まあ、広い世代かなって思います。はいで。まああると思います。じゃあ2択、はいかうんい、いいえで。YouTube で流行るイメージありますか？ああ、なるほこど。れ、テーマのイメ、に持つイメージとして、YouTube で流行る感じのイメージはありますか？なんかストレートにって感じじゃないですけど、まあ、ものによってはあるんじゃないかな。あ、まあ、あるですね。あります。これはちょっといい質問やったかもしれなんない。か、まあ、なんて言えばいいんだろうな。まあ、もし自分がそれをやったとしたら、まあ、流行らせる自信はないけど、他の人だったら流行るんじゃないかああ、これな。いい質問かもし流行られせれることは可能なんじゃないかなって思います。ない。あ、はい。どうなんだろうな。流行る。いや、これガチで言うと、もう大好きなんですけど、流行るか流行らないかで言うと、今の YouTube の環境的には、ちょっとだけ厳しいかも。自分的にはって思います。はい。まあ、流行るか流行らないかで言われたら、まあ、流行んないって言っセンターた方さんがいいんじゃない何かやっなたっって思いけ？ます。はい、私は流行るか流行らないかどっちなイメージかっていうと、まあ私は比較的流行るんじゃないのかなぐらいに思っちゃってます。はい、そしたら質問します。難しいな。そしたら、主となる人物が
女のものもある。あー、なるほど。大会でお願いします。まあでも全員あるよねこれ。あー、わかんないな。まああるかな、あるとは思いますけど男の方が多いと思いますよっていう感じですかね。わかんないですね。はい、断言します。あります。断言します。あります。いやこれはちょっとわかんないですけど、わかんない、わかんないや。やったことないってすごいな、ケントさん。ああ、主となるものが女っていう質問ですって合ってました。ごめんなさい、合ってますよ。はい、 あるんじゃないかな、ちょっとわかんないかな、あるんじゃないかなって感じです。主となるときが、女のときもあるか、あると思いますね。はい、ありがとうございます。僕もあのみんなと同じあるかないかって言ったらあるっていう感じですね。なるほど。あのメンバーだったら誰だと思います？いやー、どうなんだろうな、このメンバー。 うわーこれ津田上さん陣外つけたな、これで、ね、主人公ではないですが、うん、足湯さんかな。足湯さんか、主人公ではないですが足湯さん。まあ僕も強いて言うならアッシュさんかな。うわこれ絶対砂添さんはもうね、合わしに来るよこれ。合わしに来るよ。そうですね、結構悩むんですけど、アッシュさんな気がします。ほら、ほら合わしに来た。はいはいはい、なんかそのみんなの意見もすごくわかるんですけども、であれば僕はあのなっちゃん夏目先生もあるんじゃないかなっていうふうに思います。全くないけどね、おかしいな。僕も足湯さんだと思って言いました。はいはい、皆さんにじゃあ2週目質問します。これを自分が取り上げたことがありますか？うん、はい、あ、取り上げたことがあるか。うわー、これ砂添さんやばいぞ。ないです。ない。あります。あー、でも昔やっとったもんね、砂添さんドラクエとかエフェルとか。自分はないんですけども、僕のグループの人はあります。おお、今の大ヒントやな。多分はい、多分ない。いや、ないと思います。はい、自分はないです。ありがとうございます。世間的に流行りましたか？いやー、これはみんな流行ったな。でも そうですね、流行ってるイメージはありますね。うん、流行ってますね。おお、流行ってるでしょ。うん、まあ流行った時もありますね。てか世間的にだよね。世間的にはあるわ。うん、世間的にはあります。はい、世間的にはあると思います。硬派なイメージはありますか？なるほど、なるほど。そのテーマに対してこう硬派なイメージがあるかをイエスかノーで答えてください。硬派な、硬派か、硬派。ドラクエ硬派じゃない、うん、ドラクエ硬派やと思うけどな、俺。硬派な人がどうなんすかね、難しいな。硬派、硬派な人も、いや、まあ硬派か硬派でないかすね。硬派寄りになると思います。硬派寄り。もう今あのそれに対する硬派の定義がまあ分かってないんですけど、うん、よく分かってないんですけど、おお、でも本当に自分が想像するのだったら、ま、硬派なんじゃないですかね。あんまり分かんなかった、すみません。硬派だと思います。
あんまりわかんないよ。はい、難しい質問ですが、自分がその世界線にいたらの話へ、世界線に自分がその世界線にいたらもうガチガチです。ガチガチに後半、ガチガチに後半。ファイナルファンタジーこれつけんな。ファイナルファンタジーつけないなこれ。まあ後半かな。はい、自分もまあそれなりに硬派な一面があると思っているので、まあはいですね。これ透けてないな、今んとこ、都会のイメージがあるか田舎のイメージがあるか。うわ何それ。お願いします。都会か田舎か。うわ難しいな。え難しいな。どれを意図しているのかがわからないんですよね。田舎やな。あ、すみません、付け足していいですか。じゃあ、あどうぞどうぞ。あのえっ、ー、とゲーム、あじゃあ、あえちょ、あゲームって言っちゃった。ゲームって言っちゃった。なんていうんですか。そのもの自体が都会か。うん、田舎か。そのもの自体ってどういうこと。あー了解です了解です。あーまあだとするんだったら、まあでもなんだろうな、まあでも基本田舎なんじゃないかなって思ったりしますけどね。基本田舎が確かになんドラケイはそうやな。どうしよう、答え方に迷うな。基本、ああそっか、基本は田舎で、あどっちもあるとかってダメですか。うん、ああいいんじゃない。いやいいんじゃないですか。いいと思う。あオッケーです。基本は田舎で最後の方に都会かな。ああどっちもあるです。だから、まあ、基本田舎かな。はいはい。まあ田舎の面もあるけど都会な面もあります。あつもり都会な面ないですよ。ありがとうございます。僕も基本は田舎で、たまに都会なところもあると思ってます。はい、まあ思いつかなかったんで年代を聞くんですけど、10代20代30代、40代以上だったらどれだと思いますか。はい、ありがとうございます。20代かな。20代ぐらいだと思います。20代か。いやでもドラクエ30代やろ。まあ20、まあ諸説あるけど20 そうですね、まあ、多分20代じゃないですか、ね、うわ合わせてきたな砂亀さん。あ20代か。僕は30代のイメージがあります。そうだよね、ドラクエは30代だよね。僕は、まあ、20、30の方がやや優勢くらいだけど、20、30どっちもあるかなと思います。そう、はい、そうかな。はい、じゃあ2周したんで次から考察タイムに入ります。じゃあ夏目先生からどうぞ。いやマジでわからん。わからんなこれ。すみません。めちゃくちゃわからんわ。自分ね若干砂鮫さんと黒川クロムとは別陣営じゃないのかなって思ってます。これは、うん、もう正直に。で先端絶対同時になんでかっていうと、いやこれマジで申し訳ないけど今の YouTube 的には流行、自分が言った今の YouTube 的には流行らないと思うんですよね。それを先端が自分の後に流行る流行るってきて言った、先端は同陣営で黒川クロモが違う陣営で、砂鮫さんはあれは砂鮫さんもな意外と好けんな。うわー、わかんねえ、マジでこれ。砂爪さんがはやる
で言い切った。うん。そうやな、そのぐらいさんおかしかったね、そこは。かな？いや、わかんねえ、マジで。いや、ごめんなさい、わかんないですけど、もうそんぐらいの要素しかない。硬派なイメージかって質問に関しては、その世界線にいたらってだけで、イメージとしては、うん、まあ、結構おちゃらけるイメージがあります、自分は。おちゃらけるイメージ。で、若干足湯さんに気になってるんだけど、気になってるんですけど、なんか主となる人物が女性があるかないかって質問って、うん、どういう意図で答えたのかなみたいな、そのお題を聞いた時に、こう思ってこれですみたいな、こうなんかどういう意図、どっちも普通に歩くねって自分は思っちゃったんで、はい、思っちゃったんで足湯さんにそれだけ聞きたい。まあ、先端だけは信じてるかな、先端さんだけは同時にだと思ってます自分は。すり寄りや、すり寄り。はい、まあ、砂溜めさんが絶対きついなと思ってます。おー、わかるんや。多分理由。わかるんや、すごいな。はね、まあ、後半ちょっとこう、同調気味というか同じような、あれがあって、特に、あの、僕ね、実はね、あの、何代、その何十代ですかって質問あったじゃないか、クロムさんから。つってね、実はね、30って答えたかったんですよ、本当は。ああ、なるほど。だけど、ちょっと、あの、バレるかなと思って、おちょっと20って言ったんですけど、実は30で、アシューさん、そう、30って誰かが言ってくんねえかなと思ったんですよ。アシューさんが言ったから、アシューさんマジで絶対同時にだと思ったんですよ。で、そこで言うと、夏目先生が、多分、狼だと思います。おすごい。で、かつ、アシューさんのその主となるものっていう質問に対して、あるって断言してたと思うんですけど、多分、うん。それを断言してたから、多分、狼なんじゃないかなって僕は思いました。まあ、砂溜さんに関しては言わなくてもいいかな。なんかあったっけな、なんか、あとね、じゃ、ちょっと、バレたくないんで、ちょっと言うんですけど、うん、流行ったっていう質問に対して、砂溜さん、流行ってるイメージはあるって言ったんですよ。それがちょっと違うかなと思いました。はい、以上です。はい。すごいな、センターさん。自分的には正直、まあ、クロム君が人外かなっていうふうにちょっと見ちゃってます。まあ、オオカミかキツネかどっちかなんだろうな、まあ、多分キツネだと正直思ってて、でオオカミが正直分かんなくって、なんとなく足湯さんと同じ陣営なのかなって思う瞬間がちょっとあり、で考えると消去法で夏目先生か先端さんのどっちかが正直、狼かなと。クロム君が狐で、狼が、まあ、夏目先生、センターさんどっちだ。なんか、クロム君に関しては一番なんかこう回答がふわってしてたなっていうところの違和感と、その、流行ってる流行ってない、やってるやってないみたいなところがあれそうだったっけみたいな違和感を感じたのが、ただどっちかっていうと夏目先生の方がその違和感を感じたので、クロム君キツネ、夏目先生狼で見てます。で、まあすごい同調するみたいな感じになっちゃうけど、その何だいっていう質問に関してはちょっと、あ、でもこれ言わない方がいいかな、まあ、みたいな、今のちょっとニュアンスを汲み取ってほしいなと思いました。同陣営の方へ、はい、ミトにします。はい、アシューです。これ僕が村やなってちょっとある程度確信したんで言うんですけど、一個だけ僕は嘘をつきました。その時は僕、ね、違う陣営じゃないかなって思ったのがあって、一つだけちょっと嘘をつかせてもらいました。で、ちょっと、
どうやな、そのまあ人外はクロムくんじゃないかなって思ってます。クロムなんだ、なんで。理由としてはそうですね、まあ結構ふわふわしてた回答が多かったんで、まあある程度こう知らないっていうのもあるんかなって思ったんですよ。僕はクロムくんとなっちゃんが若干知らんとこもあんのかなっていうのを思ってて、僕はセンタンさんはもう確定で同人やなって思ってて、スナザメさんもほぼほぼ同人なんですけど、おそらくめちゃくちゃ似てるもんやけど違う答え、違うものなんで、スナザメさん僕のこと同じだと思ってるかもしれないですけど、僕はスナザメさんが狼やというふうに思ってます。僕の質問でそれはちょっと確信に変わりました。スナザメさんはその質問は多分分かってると思ったんで、はい、なので狼やっていうふうに思いました。村陣営、アシュー、なっちゃん、センタンさんで、キツネ、クロムくん、狼、スナザメさんものも多分ある程度分かったんじゃないかなというふうに思ってます。以上です。これもガチガチに村アピするんですけど、まず2点村アピするとしたら、まず YouTube、まあ、夏目先生が俺を怪しんだ点として、うん、まあ、YouTube で流行るんじゃないかみたいなところで、俺の回答が俺だったと思うんですけど、俺は流行るとは思ってないんですけど、それはが、まあ、流行るとは思ってなくて、で、ただ、すごく、まあ、元々の人気がめちゃくちゃある人が、それをやって、なんか、それをやったことによって、すごく配信が盛り上がってる様子を見たことがあります。なので、まあ、僕は流行らないかもしれないけど、僕以外の人がやったら流行るかもしれないっていうのはそういうことです。で、もう一個は、はっきりと答えられなかったことが、砂鍋さんにはっきりと答えられなかったことが、人外要素として提出されてるんですが、うんうんうん、僕ははっきり答えられないと思います、間違いなく。ファッションが、硬派の発言、硬派と、あと田舎都会の発言って、それこそ、まあ、硬派に関しては、俺は硬派の意味はマジで分からなかったし、硬派ってどういうものを指すのかが定義がまず分からなかったし、田舎と都会っていうのは俺が悩んだ理由は、まあ都会な場所もあるけど、でもどうなんだろうな、都会の田舎と都会で詰まった原因は、まあ都会の場所もあることをが分かってはいるが、基本的には田舎だけど、しかもあの時代ファッションがすごいな、まあ言うなれば、まあとちょ我々 のとこの都会とは違うわけじゃないですか、我々の都会とは違うから、からちょっと迷ってしまったっていうのはある。あ、俺はこれははっきり答えられないことこそ村アピだと思っている。なるほど。で、人外は砂ザメさんだと思っていて、砂ザメさんはまあ僕は YouTube で流行るとは思っていません。だからあの YouTube で流行るって言ったけど、 YouTube で流行るのはさっき言ったみたいに人気のある人がやったら流行るってだけで、だから流行るんじゃないっていうのは俺は流行らないと思ってるし、それは吉瀬だと思っていて、まあ、先端さんは最初俺質問がなんか他の人のやつとなんか被ってるから、まあ、それする意味あんのかなと思ったんですけど、まあ、キツネオオカミとかだった場合に、まあ、逆にそんなつまらない質問をする、あ、つまらないっていうのはあの面白くないっていう意味じゃなくて、つまるつまらないの方の、そんななんか自分がオオカミキツネとかだった時にあんまり進まない質問をしているなと思ってるから、まあ無駄かなと思っているし、まあ、だから俺が引っかかってるのは足湯さんの女性を主としたやつの質問の意味があまり分からなかったから、足湯さんか、まあ、夏目先生が断言したかところのどっちかが狼要素だと思っていて、俺は、まあ、足湯さんの意図があまり分からなかったけど、夏目先生の断言の方が怪しいと思ってるから、狐が砂ザメさん、狼が夏目先生だと思います。以上です。はい、すごいパッションでしたね。じゃあ投票タイムいきます。あ、みんなもうミュート解除しても大丈夫ですよ。じゃあさっきと同じように右上のチャットのクルーのとこからキツネだと思う人に投票します。10秒ぐらい待ちます。一斉ので、一斉のせ、マジでマジか。じゃあ砂添さん4票で、クロムが1票で、砂添さん、あなたは自分がキツネだと思いますか？お、いや、思わなかったけど。思わない。いや、はい、それがキツネなんですよ、砂田さん。あ、キツネなんだ。おー、すごい。じゃあ、お題全然わかんない。はい、お題当てどうぞ。ちょっ
って、あれ、キツネだと思ってなかったからちょっと。いや、明らかに違ったけどな。すぐ考えます。まず村か。村でしょ。うん、わけわかんないんだよな、なんか。何や、足湯さんがイメージっていうのがもうなんか、ほんと、主が、じゃあ、村が、ドラクエ、ドラゴンクエスト、村が。で、狼が、じゃあ、ファイナルファンタジーとか。え、全然違う？はい、まあ、ファイナルアンサーです。ファイナルアンサーで。はい。正解！うわすごい！え、よくわかった、砂染さん、すごい。ちょっと待った待った。じゃあ、砂染さんに狼当ててもらいましょう。はい、あ、なるほど。うん、狼は、狼は、夏目先生かな。そうだと思う、夏目だと思う。正解、すごっ。なよな、うわ、そうなんだ、うん、じゃあ逆に当てませんか、キツネの。あ、確かに確かに。え、これあれですよ、夏目わかるよ。僕も多分わかる、わかる。え、俺わかんない。せーのでよ、じゃあ3人。はい、せーの、動物の森。え、それ全然違う、全然違う。あ、正解は、集まれ動物の森です。ね、集まれ動物の森。ね、動物の森。クロム君に動物の森が言ってると最初思ってた。あ、動物の森。だからその、足湯さんがその田舎とか主人公が女性とかって言ったから、あ、これはもう足湯さん集まりだなって思っちゃったっていう。いや、すごい。なんかだからそれで隠せるかなと思って、そう。ドラクエって、あれ、女性主人公いてないんですよ。うん、え、おるよ、おるよ、おるよ。え、あれだよね、夏目先生はライトニング、ライトニング、そう思い浮かべたでしょ。いや、え、違う、夏目あれゲームだと思っててさ、うん、ゲーム女性設定、男性設定どっちもできるよなって思って。え、どっちも。え、ライトニング、アカウントのこと。ライトニングじゃないの。うん、ライトニング、ライトニングじゃねえのかよ。なんだよ、もう僕それで確信したのに。え、なんも関係なく、あれゲームでしょ、ドラッグ。自分対抗ってドラクエかモンハンだと思ってて、うん、あ、いや、じゃあいいじゃんって思って、ゲームじゃんってどっちもありますって、ドン切りしたら、あ、マジか、ないんだ、ドラクエって女の人。そう、いや、いますよ、いますよ、あるんですけど、一応なんか、うん、外伝物とかもあったりするので、え、だから全く正直自分マリオだと思ってて、村が。あー、あー、そっちによるやな、やっぱ。だからなんで YouTube で流行んねえのって。確かに確かに。あつ森だったらめっちゃ流行ってましたもん、うん、ドラクエいるんだって、女性。ドラクエも一応ナインが性別選べ、うん、え、ドラクエ3も、うん、3と4と、4も選べるし、うん、あ、そうか、選べる、あ、そっかそっか、ドラクエ選べる、そう、うん、夏目がやったドラクエ選べる、そう、意外とそう、そう、センターさんが知らんとか言うもんで、ちょっとあれって思ったよ。僕マジでドラクエと FF マジでわかんない、一番わかんないのがその何をやっぱこのゲームって言ったら足湯さんかなってみんなが言ってて、意味がわかんなくなっちゃって、熱盛で熱盛言わす謎めさんやるな。あ、そういうことか、やってそうな人ってこの話か。やってそうで、かつ自分はその対抗位置でマリオって言ったから、足湯さんそんなマリオのイメージあったっけなと思いながら。え、これクロムさんもなんかこのメンバーな誰って質問って、足湯さんって答えてほしかったの？いや、黒川クロムって答えてほしかったよね。黒川クロムって答えてほしかった。あ、だよね、だよね、だよね。みんな足湯さんって言うから、ひよって足湯さんって言っちゃった。そう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 。え、なんでドラクエ黒川クロム、多分、黒川クロムって答えてほしそうだな、ね、はいはい。なんか役職持ってそうだから。ああ、そう。僕もなんか、なっちゃんが僧侶とかそっち系のイメージで、なんか。はい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 、俺みんな、あ、黒川クロムじゃないんだ、じゃあ別人間なんだと思って。僕は合わせたらバレないように。で、そので、 YouTube で、そうか、 YouTube で流行りにくいみたいとか、なんかそのそこら辺のニュアンスだから、もうこれ任天堂じゃねえなみたいな感じの。いや、その YouTube の人よかったっすよ、っていうところで、でドラッグ絵だともう多分
対抗が多分ファイナルファンタジーになるかなっていうところの。あーいやーすごいな。さざめさんすごかった。でもこの技めっちゃ面白かった。うん、最後の考察でセンタンさんマジでドンピシャやった。さざめさんの狐で夏目先生が銀狼。あ、そう流行ったって聞いたのに、うん、流行ってるイメージあるって言ったから、もうこれ絶対違うと思って。まあそんな。まあそんなバレてたのか、そっか自分は。砂沢さんはね、なんか最初の方で別陣営だなと思った、なんか若干だけど。やばい、自分キツネと思わなかったもん。最後のセンターさんが30代って言って足湯さんもいなかったから、これもうセンターさんも足湯さんもさ、あつ森かと思った。最後。あつ森は30代じゃないでしょ。もう10代とか、ね、10代20代じゃない。いや、あつ森は30代の。あ、逆にね、確かに確かに。一人実況者が言ってるんだから、そうなん主婦層とかね。主婦層がすごい。はいはい、確かに。あの、いいあれ、カモフラージュなんだ。うん。ドラクエよくわかりましたね、マジで。なんでわかったんですか？いや、その、流行ってるのニュアンスがもう、任天堂じゃないってなった時に、うん、じゃあ、なんかこう代表的なゲームとか主人公が男で寄りがちでみたいなこと言うと、多分もう RPG しかなくなっちゃって、それで。まあすごい。でもドラクエってこう提示されて絶対対抗値 FF なんやろなってもう勘ぐってた。ね、なるほどね。対抗はね。ね、ああ対抗考えたらそうだな。そう。だからこう FF とドラクエのこう差をちょっとつけるような質問をしたかった。うんいや俺ドラクエが来た瞬間に、いやドラクエの太鼓ファイナルファンタジーって思いつきやすいから逆にキツネかなと思ってた。ああ。でもあの、紛れやすいかなと思って、ドラクエと FF。むちゃくちゃ紛れやすいと思う。